冬はやっぱりサビだ。ジャボ、こんにちは。ココロチャンネルクッキングエンターテイナー大西哲也です。今日もよろしくお願いします。豚汁作ろう。みんな好きだよね。好きですよ。豚汁は好きだよ。しかも豚汁は作るでしょ。作るね。リュウジさんのレシピ作るでしょ。作るよ。煮込むよ。ねえ、グツグツさせるよ。豚汁派です、豚汁派です。僕は豚汁派です。本当ですか。はい、僕豚汁派っすね。あなたは豚汁派、豚汁派、コメント欄にお願いします。豚肉を使ったお味噌汁っていうわけじゃないんだよ。豚の旨味とね、具材の旨味を、まあ、汁に出して存分に楽しむっていう。これからちょっと寒くなってくるから、豚汁はやっぱり体も温めるし栄養価もあるし、とってもいいメニューだと思います。で、あんまり他の人ではやってないような工夫もしてると思うので、グッド評価お願いします。ということで、大西流の豚汁作っていきましょう。ここからはスケッチ。材料紹介です。具沢山ですね、はい、まず豚肉、味噌、甘酒、水、ごま油、ごぼう、人参、大根、ネギ、さつまいも、こんにゃく、生姜。ここの分量ぐらいは、割合ぐらいは合わせてほしいけど、あとは自由です。まあ、具はね、正直豚肉以外は何でもいいよ。まあ、今回は大西の好きな具材って感じですね。豚肉はね、俺は何でもいい。豚こまを食べやすい大きさにこう切った感じ。豚バラ肉とか使ったらトロッとするけど、赤身がちゃんとついてるところの方が好きかな。安い肉で作る方がなんか美味しい気がする。お味噌、これは白味噌だね。今回丸米さんのお味噌でございます。あの、出汁入り味噌じゃないお味噌ね。そういえば出汁ないって思わない？野菜の旨味と豚肉の旨味とで十分美味しいから、あえてこれは出汁を入れない方が俺は美味しいんじゃないかなと思います。旨味が多すぎて渋滞しちゃうから。甘酒、これあんまり見ないでしょ。新年会の岡奈ちゃんが作ったさ、かす汁のうまさがね、はい、人生で食べた汁物の中でも非常に上位に入るぐらい美味しかったんだよね。だからそれも思い出して甘酒、そしてこの麹甘酒を使ってほしいね。出ました、丸米さんの麹甘酒でございますね。これ酒粕の甘酒じゃなくて、この麹甘酒を使うことで、この麹パワーで食材の旨味を出すっていう効果もありますから。そして甘みとコクをしっかりこれで添加してくれる。ごぼうの旨味がやっぱり出るから、ごぼうは欲しい。斜め切りにしたけど、まあどういう切り方でもいいよ。人参はまあ彩り的に欲しいかな。まあこれ乱切りです。まあ、大根もね、味が入って美味しくなるから大根もあってもいいかな。まあ、ネギはね、青いところが結構美味しいから、俺は青いところを中心に使います。で、これさつまいもどう？僕はもうレギュラーです。あ、本当？いや、はい、そうだよね。北海道は結構多いかもね。多いんじゃない？甘くなってね、すごくコクが出て濃い美味しい豚汁になります。最近アク抜き不要っていうやつがありますから、スプーンでね、こうちぎるようにした方がこの断面がギザギザになって味が入りやすいって言われています。糸こんにゃくがね、うん、白滝にする人もいますよね。まあ、それもいいんじゃない。はい、臭いやつは、まあ、ぬるま湯で洗ったりするぐらいでもね、結構匂い取れますから。で、仕上げにこの生姜をおろして入れることで味をグッと引き締める。結構甘めでね、もったりした味になるから、これ引き締めるっていう感じです。あとはごま油でね、ごぼうを炒めることで風味を出します。じゃあ早速作っていきましょう。まず万歳ポイントなんだけど、お肉にですね、お味噌、まあ、2〜30g と、まあ、甘酒、2〜30cc ぐらい入れて、こいつらを揉み込んでやる。そうすることによってどうなるでしょうか。肉が柔らかくなり、うまみが引き出される、はい、正解です。味噌とあの甘酒の麹パワーだよね。麹と酵素の力によって分解されて肉が柔らかくなる、旨味が引き出される。はい、それを言おうと思ってた。うん、それプラスね、味付けだよね。おお、肉自体ね。うん、ここであらかじめこれをやっておくことによって、その豚臭さも抑えられる。ああ、これはいいですね。はい、豚肉の味噌漬け焼きって、ああいいですね。美味しいじゃん。美味しいね。だから多分ね、これ焼いただけで美味しいと思うんだよ ね。まずこれを揉み込んで10分ぐらい置いておくことが大事かな。あのね、豚汁ね、思ってるよりいっぱいできるから、でっかい鍋にして、思ってるのの倍ぐらいの鍋で作った方がいいよ。これくねして、ごま油を、まあ、大さじ1杯強ぐらい入れてやります。お坊さんを炒めてやる。油を回したらほっといて、ちょっと焦げ目をつける感じにしたい。旨味を凝縮させたいんだよね。あと、そのメイラード反応を起こして、メイラミをちょっとだけ加えたい。ごぼうがカサカサになるくらいの、はい、うまでしっかり炒めてやる。ネギ以外、根菜酸関係こんにゃくも入れちゃっていい。こんにゃくも入れる。全体を混ぜて、かまかして、はい、水柔らかくなるまで煮ます。まあ、結構柔らかくなってきたから、あんまりやるとね、あのさつまいもが消滅するから、もうちょっとかなぐらいのところでね、これ一旦火止めて、こんにゃく1個残ってたから、こんにゃくを入れてお味噌をまあ溶かして、中のお湯で、残りの甘酒。豚汁は焼かない派ですね。
そうなんです。なんでかわかる？火が通り過ぎるのを防ぐため。その通り。動画出すわ、はい、火が通り過ぎて硬くなるのを防ぎたいんだよね。火が入るとその味は出るんだけど、その肉自体の味が楽しめなくなっちゃうんだよね、うん、まず先に根菜とか火の入りにくい食材に入れた後に肉と。だからもう一食で食べきる前提なんですね。俺はどうせ何回も温め直すから。ああ、まあ、肉の硬さなんて。いや、違う、まあ、いや、それはそれでいいんだよ。ここで沸騰させると味噌の風味が飛んじゃうから、まあ弱火で10分ぐらいかな。なるほど、うん、この表面がこのゆらゆらする程度の火加減で。ゆらゆら帝国そうそうそう、ゆらゆら帝国ぐらいで。お、こんな感じで。あ、よ、あ、いいですね。はい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 、できました。こ、心。今日はこれで決まり。一工夫だけした大西のトンチェルです。それじゃあ参りましょう。次はあなたに大西愛。怖い話か。いっちゃってください。いただきます。はいよ。僕はね、普段はさつまいも入れるんですけど、こんなにこう甘みの際立った味にはならない。甘酒パワー入ってるね。美味しい。ありがとうございます。肉を食うわ。うん、そう、肉を。あー、うまっ。これはいいわ。汁のね、味がね、そんなに濃くないはずなんだよ。あれ、もうちょっと濃くてもいいかなぐらいに感じるかもしれない。でも、食べ進めると他の具の味とか豚にしっかり味がついてるところとかが合わさって、はい、トータルでちょうどいい味だと思います。あ、生姜入れ忘れたから肉とかネギとか入れたタイミングで入れると混然一体となるし、食べる直前に入れてもいいし、今思いついたけど味変で入れてもいいと思う。これで締める感じなんだよね。締まりました。そう、完成したでしょ。なるほど、うん、さっきのはやっぱり、うん、結構甘めで、うん、甘いのいいなーっていう味なんだけど、うんうん、今こうキュッとそれがなってですね、うん、そう、これで料理として完成しました。あ、そうそう、完成した感がありますね。はい、はい、もういいですか、はい、もういい感じになった、うん、普通に食べちゃうんで。普通に食べちゃう。やっぱり豚汁はさ、家の味だよね、うん、雪中運動会の時とか PTA の皆さんが豚汁作ってくれたわ。 あの4ゲーマーさんの俺のコラボカフェ、記念すべき第20回。素晴らしいね。2年も連載持つってね、大変なことだよ。それもそうだね。ゲームのポータルサイトで料理の記事を書くっていう摩訶不思議な企画ですが、俺のコラボカフェがあって今があります。本当ですよ、はい、これからもよろしくお願いします。はい、9月の記事ですので、はい、この動画公開される頃にはもう22回ぐらい22回ぐらいだと思います。もしなってるかもしれないですけど、はい、全部見てください。よろしくお願いします。はい、ココロチャンネル、今日もありがとうございました。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。 SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3。したっけ。おいしいおいしい。ココロチャンネル、チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。福山雅治で。